断口は、鉱物の割れ口のこと。鉱物に衝撃を加えたとき、壁機面とは違う方向に割れるもの。壁機とは違って、不規則な割れ目だが、不規則ではあっても鉱物によって、特徴的な割れ方をするため、鉱物を見分ける目安になる。壁機が明瞭な鉱物は、断口が少なく、逆に、壁機が不明瞭な鉱物は、断口が多い。次のようなものがある。 黒曜石貝殻上段口は、割れ口が同心円の波紋状になっているもの。2枚以外の貝殻に似ている。角石、オパール、黒曜石など、アモルファスやキメの細かい鉱物でこのような段口となるが、石英のように結晶構造を持つ鉱物でも、このような段口を見せるものがある。赤い殻上段口は、貝殻上段口とよく似ているが、曲率が弱い。 カッテッコウ土状段口は、割れ口が土の塊のようになっているもの。カッテッコウ、カオリナイト、アルミナイトなど、分子が緩やかに結合したものでこのような段口となる。自然道張り状段口に見られ、特に自然銅や自然銀のような自然金属によく見られる。クリソタイル多変状段口は、割れ口に板を踏み割ったような変状の突起が不規則に見られるもの。 特にクリソタイルのような繊維状の鉱物に見られるが、卵晶石のように普通の鉱石でも見られるものがある。自鉄鉱不平坦上段口、または、ノコギリ尋常段口は、割れ口がザラザラでデコボコしているもの。粒飛鉄鉱、鉱鉄鉱、自鉄鉱などかなり多くの鉱物で見られる。石炭平坦上段口は、割れ口がほとんど平坦なもの。石炭、鉱石鉱など、鉱物。 宝石の不思議、近山明、夏目社。2004.12、ありがとうございます。